今日は土用の丑の日だよ、うん、今日21。何食べれるんだっけ。食べれない。え、食べれるでしょ。食べれるけどやだ。寂しがり屋で甘えん坊で泣き虫なしな、まあ、まあここまで何歳になったの。まあ今日、今日21が25で9歳になるけど、まあ、うん、8歳だよ今。まあちょっと都合はないので、今日あなたの誕生会をやるということだ。はい、じゃあ乾杯して食べますか。お腹すいたね、うん、明日からしかもただじゅう夏休みでしょ。うん、いいね。はい、乾杯。なんか1学期あっという間じゃなかった。2ヶ月経った行って、学校行って6月頃から行ったっけ。硬い。グラタンどう。うまい。品川これ作ってって言って、ちょっと動画を見ながら作ってみたんだけど、どうですか。マカロニちょっと入れすぎたかもしれない。うまい。うまい。あら、そう。ちどう。ちっさん、うまい。うまい。エイナもグラタン好きなんじゃないの。うん、エイナグラタン、それみんな好きだよね。だけど、納豆巻きの方がうまい。あ、これ食べて、ほら、お、高級なんだからね。これ本当のうなぎ。本当のうなぎで、アナゴじゃないからね。なかなか食べれないよ。うん、食べて、うん、食べてみなさい。これを食べて。皮食べちゃうよ。ふふ。うん？あの今年の暑い夏を言ってますよ。これって食べてもいいの？え？いいよ。何歳になったんでしたっけ？九。後ろにあるよ。早いね。今結構まあ最低なことを大学がしてくれまして。お笑いしちゃった。まあお笑いしてたんだけど、まあちょっと。収まってしまいました。マイナーたちもテンション高いでしょ。夏休みに突入したから。夏休み何すんの。なんか目標ある。だよね。エナは部活だよね。楽しんでやるのが部活だから。あんまり陸上楽しんでやってたし。マジか。どういうこと。あなたも陸上部だったんですか。無理やり入れられたんでしょ。そうですよ。らしいですね。走るの嫌い、大嫌いなのに。まあ運動会ででも1位取ったのはエナだけじゃね、今までね。お前たち頑張ん、もうちょっと頑張んなきゃいけないよ、事情三条。ええ、ああ、どうして守りにいちゃったんだろう。それは言うんじゃない。え、何が何が。え、性格。性格。運動の話してんの。性格何言ったらいいじゃん。いや、めっちゃ優しくなるよ。お前髪伸びたな。今エナか頭かしげたけど。今エナ頭かしげたよ。何どういうこと。ママとパパってなんか違うの。うん、パパは頭が良くて、ママは頭が悪い。ちょっとそれ言っちゃダメでしょ。あれあれ、そうなんだ。何それ。ママは足遅いし、パパは足速い。あれあれあれ、ちょっとそういうこと言っていいの。ママに言っちゃったってこと。そういうこと言っちゃダメじゃないの。それはちょっと失礼だよ。かわいそうじゃないですか。だって陸上部なんだよ。だから入りたくないのに無理に陸上にさせる。ほら、だから本当はそんなに足遅いの。お前失礼なんだよ、パン。だって走るの嫌いだったから。エナ1位取った時は感動したよ。え、うん、エナレミ何位とかある。えレミ何位。レミ4位とか出ない、いつも。チナは何ぐらい。だってね、レミ足速くなった。チナはだってもうニタニタ笑いながら走ってるもん、真剣に走んないで、うん、まあ1位取りてっていう気持ちはないもんね、うん、ママでも分かんない、これから速くなる感じ。ママはそういう感じだったよ。じゃあまだ9歳なんだよ、9歳、うん、これからだよ。レミはレミはエナは13歳なんだよ。は13歳なんだよ、エナは、うん、レミはレミの方が分かりやすいだろうな。10歳か。え年子じゃねえよ、バカ者が。あ、11歳だ。だからエナとレミが3個離れてて、レミとチナは2個離れてんだよ。そうです。サメシガリアで甘えん坊で泣き虫のチナ。もう泣かないもんね。まあ覚えてないだろ。チナでももう泣かないよね。ちなにフルーチェをあげる優しいレミとか、なんかそういうのもあったよな。あったっけそんなの。食べれないものは食べれないんです。ああ、そう
それはなんかエナで、これね、エナのこれ今日で克服したらどうぞ。これできないね、これ。いや、結構でもトマトミラーはいるよ。あ、いるな、大人でもいる、うん、実際いるんだよ。いるよ、トマト食えねえって、あれだけは無理だっていう。噛んだ時の母乳っていうのが嫌だっていう、あれだけはダメだっていう人結構いるんだよ。血の救済ってことで、じゃあレナドに見から何かありますか。はい、はい、レミからじゃあどうぞ。救済、救済になっても、救済になっても元気で、元気で笑顔で学校に行ってください。何なんそれ、学校に行って、学校全てじゃないからね、だってちいちゃん。まあ笑顔で、まあ、うん、まあ頑張れと。まあいつも笑顔だからね。みんな笑顔だもんね、いつもね。ああ、ランマ好きだしね、うん、パパと趣味が合うんだね。おいしんぼ好きだし、メゾン一国も好きだし。あれ忘れてない、柔道のあれ。いや、あれだ、まあ鬼滅の刃だわ。わしはそれは分かんないけど。はい、じゃあ絵ながら長女から三女に、でもまあ、まあ三女って9歳になっちゃったら早いな。プレッシャーにしちゃったか。え、楽しい年にを過ごしてください。うん、それが一番だね。まあというわけで今日は誕生日プレゼントどうやらない、あ、言葉だけってことらしいので、申し訳ないですけど、ごめんなさい、お許しを。すいません、寂しがり屋で甘えん坊で泣き虫な血な、その泣き虫な血なが泣き虫じゃなくなったっていうのを見せてもらいたい。うん、そうだね、うん、随分強くなったね。お前はすぐ泣いてたからね、ほんと随分強くなった、うん、それがずる、がしこくなったのが、まあどうせあるんだろうと、どうせあるんだろうみたいなね、そういうないよ。子供しゃべ、あの、もう感づいてんのかもわかんないけど。ごめん、ないよ、ありません。あるんでしょ、もうちなみに見ちゃってるから、ね、なんでやねん。え、誰見せた、誰見せた。ないよ、すげえ、カマかけること覚えたよ。ほら、もう涙溜めながらね、見ちゃって鎌かけてる、鎌かけること覚えちゃったよ、ちょっと。もう見ちゃってる。あ、なんだ。じゃあ、はい。いいんじゃないの。何をさせてるの。すぐそこにさっきあったんだ。ネギが。何がある。さっきだよ。直しに行くとネギあるな、そこ。いや、さっきあったの。何があった。もう見ちゃった。何がじゃああったのか言ってみなさい。袋。何の袋ですか。なんかわかりない袋。いや、袋、何の袋さ、袋に何入ってるかわかんないでしょ、だってだよ、何入ってるかわかんない。知らねえわ、そんなの。何も入ってなかった。知らねえわ、そんなのって。まあ、口、言葉もだんだん悪くなってきたね、ちょっと。まあ、いいんじゃない、なんかめんどくせえわ。やるべ。じゃあ、はいはいはい、え、なんか耳からんでちゃう。おめでとう、おめでとうございます。わあ、さっき見たのこれだしな。ちな、これ桃のカバンに入ってるの見たんだよ。なんだそれ。さっき桃がちょっと折ってって、なんだろうこれ、なにこれ、ピン、わあ、しのぶ。なんだ、しのぶ。しのぶ、なんだしのぶ、しのぶと鬼滅の刃だろ。わあ、しのぶと、しのぶと、待って、ついつと、ねずこと、炭治
これでちゃんと髪をきれいに整えてね。なんなんそれ。ゴム、ペン、ピン。ああ、髪につけるやつってこと。よし、鬼滅の刃の、やってやって、そのアニメ鬼滅の刃の全部髪につけるやつってこと。え、待って、へえ、鬼滅大好きだからね、ちなが一番ここの3人の中で。へえ、本当大好きだよね、ちしゃね。あの鬼滅の刃よりランマの方が好きなんでしょ。でもマジか、うん、でもランマだったら最高だけど、今ランマ売ってない人すごいな。もう30年前のアニメだからね、うん、まあそれを好きだったのもまだすげえけどな。よかったね。うん、よかったね。鬼滅だ、だいぶ喜んでたね。よかったね。よっしゃ、え、ちなみにこれどこに売ってる。ちなみにって言葉覚えたんだ。どこに売ってたの。ちなみに、ちなみに。よかったですね、ほんと。はい、いいね、誕生日って。パパとママから代表でレミさんどうぞ。お、動物の森だ、動物の森だ。小さ、なに、動物の森そんなにあれなのか。シナが一番欲しかったんですよ、ね、動物の森だよね。それはパパとママからなので。動物の森よ、これ欲しくてしょうがなかったんだよね、前から喋ってたのか、大事にすんだよ、本当に、あ、ちなが3000、3000超えてたの。みんな3000なかったのに小さなげ。レミが一番小さかったの。なのに今は一番小さいという。いや、それはそうだろう、まだだって。いや、9歳の時、みんなの3人の中の9歳の時を比べると、ちなが一番大きく生まれたのに一番小さい。いや、これから伸びるんだよ。それ早生まれとかあるじゃん。伸びないから。は早生まれだから、あの身長170いかないで、あの168で、エイジと同じあの身長で止まっちまったの。あ、うん、そうなの。で、小5の時、前伸びて、小、中1で、中1であの、あれ止まったから、身長。で、中1だよ。うん。で、あの、どんどん、あの、めちゃくちゃチビだったやつに、どんどんね、身長抜かれて。めちゃくちゃち、昔チビだったやつ、めちゃくちゃ180とか人に言うから。うん。それ、だから早生まれってダメなんだよ。うん。A1 の身長越すのがすげえ、だから、親の身長越してしまうのが、すごい悲しいなと思ってたら、うん。同じで腕止まってた。同じとこで止まってまったんだよ。ちょっと今の言葉が難しい。東京読売のね、東京読売のファンの人と同じとこで止まっちゃったっていう。さっきのさ、今鬼滅の子もやってるんだよね。あ、もうやってんの。鬼滅大好きっ子だもんね。ほら、それはなんだっけ。富岡、あ、富岡、あ、その中に富岡ないの。ないよ、の中には。これ善逸、炭治郎、忍ぶ、冷蔵庫、うん、で、これもシノブ、そう、サビとエラバ、うん、レミは富岡、レミは富岡でしょ。全員一でしょ。全員一、人気なんだ。まあ、言うわね。で、2番目が俺だけ話についていけねえじゃん。ケーキでしょ。そうです。これママ特製のケーキですよ。投げがない。開けてみて。じゃあ開けてみて。いい、うん、驚かないでね。驚かないよ。特製じゃないの。特製なのかな。ねずこ、あ、ねずこ、見えない、ちょっと。あ、特製じゃないわ。なんだこれ。ママこれ YouTube 見て作ってたわ。え、作ったのか、これ。ママ特製のケーキです。ねずこ、いや、絶対これ店とかに買ってさ、なんかね、ねずこ作って、本当に作った、これ、う
どうやって作ったこれ。あ、もう笑ってるから嘘だ。ね、エナがやるから怖いんだけど。やめてよ。早くね、早く。あ、着いた。よっしゃー。あー怖い怖い。はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tia. Happy birthday to you. おめでとう。ふーっていけないもんな。マジで。怖い。怖い。綺麗だね。まあ、明かりつけんなよ。結構花火だね。待って、怖いんだけど、怖いんだけど、焼き出せるよ。これ結構長いよな。うん。じゃあ。はい、じゃあ、急をふーってして。はい、ふーして。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。まぶしい。食べますか、じゃあ。ママにこんな才能があったなんて初めて知った。才能？これ多分作ってると思うんだけど、絶対。ね、作ってないよね、絶対。こんなのママに作れるわけない。どこに頼む？じゃあ、タンちゃんにするか。俺にはランマとかヤワラとかしか通用しない。あ、じゃあランマ作ってよ。ランマにしようか。うん、ランマかヤワラ。ママの誕生日。多分今時ランマ作れる人ね、だから。ヤワラ、ヤワラ。ヤワラかランマにして。で、ジッコ。キル役の絵な。世界ネミ切るか。やばい。でこれジフリートでこういうのやってくれるの。あ、できるさ。びっくりしないでよ。ジフリートでやってくれるの。こういうのだと思ったよ。これ。うん。これでないと思う。これリアルなのこれ。じゃあリアルにランマを作ってあげようか。うん。どうやって作るんだって。ランマシャンプー。嫌だシャンプー。嫌い。あかね。おいおいおい。シャンプーが嫌いってダメだよ、お前。いや、シャンプー嫌いなんだもん。え、なんで嫌いなの。だって、ランマ、あ、赤、赤根の敵だぜ。さ、シャンプーのこと好きなの。好きだよ。ほう、愛に。赤根より。ね、キモいよ、ま、ママよりもさ、好きなの。あ、シャンプーにシューすればよかったの。アニメの中で、シャンプーが一番好きなの。ほう、愛に。ほら、ほら。あ、ってわかるわ。こいつなんだよ。そうです。で、まん、うん。わお、あいに。キモ、ええな。ねえ、いや、作ってるよ。何いいよ、作ってる。ちな、顔だからね、顔を食べれます。ちなが顔を食べたいのか。うん。ねえ、な、笑っててキモい。お前、キモいキモいって、逆にキモいじゃん。バーン。うまそう。キモいキモいって、食べていいんだよ。てかね、なんでさ、ね、これ誰なのよ。主役のチナにはこんなぐじゃっとしてたの。しかもさ、じゃあ顔食べちゃって言ったんだよ。いただきます、うん、よっしゃ。そのまま食うのか。そのまま食えばいいやん、はい、お前今日の主役なんだから。食べていいよ。うまい。ジクリトの味。サクランボ食べれる。サクランボ、うん、食べれるよ。ジクフリトにこんなの売ってるの。お前、その顔食べる前に腹っぴになっちまうんじゃねえか、その前に。大丈夫なのか、先に顔食ってもらえば。なあなあ。作ってはいないね。絶対作ってはいないと思う。なんでそういうこと言えんの。ほら、否定しねえもん、あんまり。あんまり否定しねえ。作ったって認めてるよ。ん？見たもんね、チナね。うん。ママ作ったもんね。じゃあその映像残しておけばいいだったじゃん。あ、残念。ほら、ね、でしょ。ね、で、今なんか、目でこうやって合図を打ったんでしょ、これ。こんな感じで。うん、いや、まあ、チナとママと通じ合ってるからね、チナ。もう変えてみて、ハクナも。ね、チシャン。こんな感じ。あ、そうそう。頼むよ。ちょっと、そういうことにしといてくれ、みたいな。ね、チシャン。そういう感じで。チシャン。ね。うん。さっきママはさ、こうやってやってて。ダメ。やっぱんダメ。うん、パパとはちょ横にいるからちょっと言うわかんねえけど、絶対そういうのやっちゃうなと思った。鬼滅寺にやられた禰豆子であった。あ、わかんねえ。これが乱魔だったら鬼滅に目どうですか。目を剣でシャキンにやられた。
美味しい。やっぱり同じ味が。味はどこも同じなの？うん。食べることは大事なんだよ。食べて運動するのが一番なんだよ。キメロンとしてはね。そうだよ、ママ。なんでママに言うの？何？お腹、あ、ごめん。喧嘩すんじゃない、バカ者。なんかあったよな、庭で。しながら突然出てきて、あ、クソババ誰が言ったの？クソババ意味はクソババたまのことをね、しながら、上ロウバって、それで、それを暗唱したらクソババで、取り上げたら、あとだね、クソババクソババって誰に喋ってんだって言ったら、ワニ喋っちゃうみたいな。クソババ。もういいじゃん。クソババ。いい思い出じゃん、今になってみれば。クソババ。ほらバーン、やめなさい。クソババ。クソババって喋るんじゃない。デブ、クソババ。ちょっと、なんでこっち見て。失礼ですね。ね、クソババデブっつってね、今。いや、だって、まあ、あ、ごめん、デブじゃないの。ごめんなさい、すいません。標準ですか、はい、ピッチな。最後になんか一言。救済になったってことで。ない。ない。まだ目標は決まってない。まあ、そうだろうね。私もそうだった。何もなかったよ。お前、小3？うん。小3か。もう小3か。俺がモテモテだった時だ。小3から小5まで。小6から頭に、あ、頭にじゃない。ニキビが出始めて、頭が油にいってきて、ちょっと大変なことになったのが小6だったから。まあ、ニキビ消えたけどね、今。奇跡だよ。まあ、松井秀喜見て、あ、まあ、ごめん。あ、ごめん。T さんみたいに、まあ、あとのことなかったけど。あ、T じゃねえな。M さんみたいに、まあ、あとのことなかったけど、偉大な人にはなれなかったっていうことですね。偉大な T さんに比べれば。あ、T さんじゃねえや、M さんね。何で T なの？誰だ、T って。T って誰いる？はい。誰？T。話してることが意味わかんない。一番大事なの忘れてんね。ティーナ。は？ティーナ。今度レミには待って。